こんにちは。さあ、高校野球甲子園大会が終わりましたね。えはい、じゃーん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 、表彰式の泣いちゃうんだよ俺いつも、あれを見るとね最後、まあ、優勝校準優勝校ねありますけれども、はいはい、まあ、今年もやっぱりあの甲子園のグラウンドには、はい、いろんな注目選手だったりヒーローになった選手たち出てきました、はい、で、豊さんがじゃあ今年の高校野球甲子園のこの大会を見て、はい、いいなと思った選手、ドラフトで取りたいな GM だったらという選手を今日はズバリ何名かピックアップしていただきます。順不同だからね、はい、一番最初に名前あげるから胃の一番とかじゃなくて、ちょっと頭に浮かんでくる、はい、まあ、選手は、うん、まず最初に日大三高の安田、安田小太郎投手、はいはい、これはね非常に器用さを感じるな、うん、器用さを感じるのと、はい、バウアー的な匂いがする。だから高めで将来的にはもっとスピードをつけてね、はい、バウアー的な存在を感じる、高めで勝負ができるという、はい、でチェンジアップを落とせるという、うん、なんかすごくいいね。いい176センチ、まあ、最速は143キロなんですけれども、はいはい、まあ、ストレートとチェンジアップでどん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 抑えていく、なんか素質を感じるな、はい、で球の質がいい、こう回転数があるというかさ、はい、伸びのあるこう綺麗な糸を引いていくようなボールを投げるというね、まあ、そういう面ではすごくなんか可能性を感じる。で SNS でもあの安田投手のチェンジアップに対して、はい、高校生では打てない、あれどう打つのと驚きの声が上がってると。いや引きつけて打ちいやいやいや、まあ、プロはねそうそうそうプロはね、そうですよ、いやだけどあの球があるっていうことは高めで勝負ができるということだ。だからそういうところでバウアー的な匂いを感じるっていう、回転もいいし、いいし、はい、即プロでいけそうなんですか。まあやっぱりこう課題はスピードだな、うん、だから今のスピードではちょっと物足りないし、はい、まあおそらくスピードは150キロぐらいまではいけると思うよ。あのどこの球団が欲しがりそうなピッチャーですかね。広島。へえ、まあ、割とこうまとまってるピッチャー、はい、そういうのは欲しがるかなという、うん、そんな感じです。ただバウアーが DeNA にいるんだったらもう取ってバウアーに預けるという、もう指定関係ですねそこは。その代わり YouTube は始めないという条件のもとで、ね、そうですね、集中するという条件のもとで。もうじゃあ1人目は日大三高の安田投手ですね、はいはいはい、2人目いきましょう。慶応の延末、はい、はい、慶応の延末選手、はい、一流手、はい、眼鏡かけて、はい、なんかねものすごく隙があるような感じがするんだよ、はい、ひ弱な感じがするんだよ、うん、体大きいけど、だけどバッティング の, そのバットさばき、バットコントロールっていうのはやっぱいいよ。あの交流戦でね5打点ああ大活躍もしたということで、インサイドインサイド攻められるのが外はポッと来たやつをクチーンとレフト前を打つとかさ、うん、なんかね冷静だわ高校生なのに、ああ、うん、こうファーッとなるところがない。で実は延末選手3兄弟全員野球をしておりまして、はい、でお兄ちゃんは横浜高校の OB と、はい、で甲子園にも出ていた、はい、で今日体大にいるというところです、はいはい、3兄弟、まあ、その情報をくれたって言うんですよ全然ああそうですかって言うしかないし、そうですよ、ね、ただのプチ情報に過ぎないんですけれども、なるほどすごいね、はい、まあでもすごくね洗練されてるというか柔らかいバッティングが、だからこの子は面白くなるだろうなって。ただファーストのポジションだから相当打たなきゃダメだな、はい、そうですね、うん、難しいですねレギュラー勝ち取るには、まあまあね、でもいい選手だよ、いい選手、うん、え今はクリーンアップ務めてますけれども、ね、プロになったらやっぱそういうポジションだろうねになると、うんうん、どこのチームとねドラフトで行きたいですかね。慶応行くんじゃない、あ大学、そうか、そうですね、うん、エリートじゃないですけど、そうですねだと思います。お兄ちゃん日体大、お兄ちゃん日体大、いいじゃない横浜 OB、 横浜から日体大、そうか、はい、体が強いんだでしょうね。さあ続いては加藤、まだ2年生なんだけど、はい、同じ4番、はい、うん、あれですよね、もう1年生から4番を打ってるという、そうそうそう、今2年生ですけれども、はい、ベスト8で打った走者一掃、はい、あのバッティングなんかやっぱもうパーン切り替えて、はい、スパーンといけるよね、うん、それまではちょっと東恩納君に、うん、はい、キリキリ舞いしてたんだけど、はい、まあ6回か左中間抜いた打球なんか見事な打球打つね、
もう1年生から4番っていうのはやっぱりもう慣れ物入りで、やっぱね、また顔も男前なんだよこれが。しかもね、うん、髪の毛もさっさらなんだ抜けてないんだ抜けない、そうでしょうね。いやこの子は、まあ、2年生だけども、はい、まあ、来年1年あるけどもね、うん、まあ、プロに来るだろうなっていう。もうプロ もうこの2年生の時から注目はもちろんしてるし、でも慶応だとやっぱりそのまま、まあそうだね、行くかな。慶応行ったって遅くないからね。あ、もちろんそうですよね。それとね、右バッターっていうのが貴重なんだよ。はい、左で優秀な子っていうのはたくさんいるんだよ。今多いです。でも右っていうのが貴重だよね、うん、右で打てるっていう、はいはい、じゃあこの選手はまあ2年生なので来年楽しみだなっていうところですね。はい、続いては凛太郎。あ、もういいね。これは花巻東の佐々木凛太郎選手、本当に一生懸命やってね、はい、誰のために、親父のために一生懸命やってんじゃないかっていう親子子息子、はい、でもやっぱり捉えた打球の速さっていうのはちょっと抜けてるな他の選手とか、ね、いやもうピッチャー危ないよあれ、よく避けたよお前取りに行ってるんだろうけど避けてるにしか見えない避ける前に抜けてるから早い打球ですね。あ、まあ、やっぱりこう、まあ、一流の打球を持ってるな。やっぱり高校通算ね、ホームラン数もやっぱり伊達じゃないっていうのは、まあ、そうだね、そこですよね。今回のなかなかね、この大会では何本も何本もっていう量産ってホームランっていうわけではなかったですけど、うん、まあ、その片鱗は見られたのかなっていう。まあそうだね、あの打球の速さで、あれ角度が上がったら全部いってるぞ本当に角度が上がらないから、あ、この大会は、ね、この大会ではってことですよね。でもやっぱりこう確実にランナーを返したいとかね、はい、思ってたらやっぱああいう打球になる。そうですよね。でももう風貌が高校生じゃないですよね。ちょっとプロっぽいというか、もう、まあ、そうだな、はい、体格も、まあ、堂々としてるな。そうですよね。やっぱり花巻東は教育がいいのかわからないけど、みんなこう自信を持ちながら、あとは賞賛を持って戦ってるよね。だ、監督が言うことがこう賞賛を与えて、それをこうやれば勝てるんだっていうような一つ目的意識がすごく素晴らしいというか、はい、だからそこにも凌太郎のその凛太郎、あ、凛太郎の、はい、誰が凌太郎だよ、ね、どっから凌太郎って出てきたの、まあ、凛太郎がこうヒットに専念してるというかね、まあ、そんな感じがした、はい、もちろんプロ注目というと、もちろん噂で聞くとどっか行くっていうのは聞いてる、はい、噂でどこか、そのどこ、まあ、セ・リーグのね、ある球団だけど、パじゃないんですね。まあ、パも行くと思うよ。でもセも行くと、まあ、行きそうな感じがする、ね、あ、じゃあ話聞いてると、なんだろう、めちゃくちゃ気になりますね。まあ在京だよ。もう2つしかないじゃないですか。いや、3つあるじゃん。セリーグですよね。セリーグ3つあるじゃん、在京。え、3つ、ああ、そっか。DeNA もある。あ、一応今日に入るんですね。まあ、そう、もちろん、うんうんうん、関東圏。あ、そっか、そのうちのどこかが行くんっていうのは、はい、もう情報が入ってると、はいはい、さあ、続いて仙台育英、はい、高橋はじめ、はい、高橋はじめ4投手一括りになってますね。いやー、やっぱ高校生離れでしょう。あの140キロクインテッド、そして今年は150キロトリオというところで、いや、もうね、あの他の高校行ったら大体エースだよみんなそうですね。もうエースエース、もういいエースが集まっちゃった、集まっちゃった。150キロトリオって何ですか、高校生で。もう4人一組で取れませんかって、ドラフト1位でみたいな。取りたいですよね。そのうち2人育てばいいからね、はい、そうです、同じですよね。だから例えば高橋光輝投手、はい、はい、いや素晴らしいよね。あの藤川球児投手のストレートを目指しているということなんですけれども、やっぱ物がいいよね、うん、物が違う。ちょっと抜けてますか、他の高校と。抜けてる、うん、まあ、なんかすぐ山下俊平太みたいになっちゃうみたいな。あ、そんな感じですか、投げ出したら、はい、なんかそんな迫力を感じる。じゃあもうどこかピッチャーで欲しい。あ、もう絶対取る。どっかパリーグ向きですか、セリーグ向きなんですか。力のあるピッチャー、セリーグに来てほしいな。あ、面白く なりますもんね、その方が。まあそうだね、まあ、傾向としてはね、パニック傾向っていうのがありますけど、まあそういう力のあるピッチャーはパリーグが取る傾向にはあるけども、だ、まあだけどセリーグでもいいんじゃないの。うーん、だからその4人、はい、もっと楽しみここはもう4人で1個みたいな感じで、まあでも2人プロに行って2人は大学行ってから追っかけるっていうのもいいけどな。いいですね、うん、それにしても仙台行くすごいですね、スカウトの人たち。いや、すごい、まあ、スカウトがいるのかどうか分かんない、勝手に入ってきちゃうのかも分かんないけども、すごいよやっぱ。そうですね。
さあ続いては、上田市西の横山、はい、ショートですね、はい、うん、やっぱ所作がいいね、うん、内野手としてのこうさばき方とか、はい、立ち方とか、うん、構え方とか、はい、いいね、いい、うん、でバッティングもやっぱこう形があるっていう、はい、まあ、そんな感じがするし、うんうん、だからいいよ、まあ、ショートは貴重ですよね本当に。いや貴重だよ、うん、これが右だったらもっと良かったわけね。そっか、左なんですね、うん、もう左ばっかりになっちゃってるから。左多いですね最近、やっぱり多いんだよ、うん、逆に右の方が貴重になってきちゃったっていう、まあ、そうだね。だけど、まあ、この選手はやっぱ内野手ショートというポジションを考えると、はい、素晴らしい選手だよね。ああ、やっぱりその担当スカウトの人も話しているのが、他の選手と比べて一回りまず大きい体格を誇りながら、それでいてフットワークも素晴らしいものがあり、高校生の中に一人だけ大学生か社会人が混ざっているように見えたというスカウトの方もいらっしゃいます。ごまかしたの？そんなことない。年齢差しもまあまあ、だけどそういうね、風格っていうか、はい、気品というかさ、うん、そういうものは感じたよ俺も、うん、ああいい選手なんだろうなと思う、うん、まあ見ててもいい選手だったけど、はい、なんかそうやってこう醸し出してくる雰囲気、うん、あ、これいい雰囲気持ってんなって思った、うん。まあ、この甲子園の大会が始まる前から注目はされていたので、はいはいはい、やっぱり各球団のスカウトの方たちもマークはしてる。まあまあそうだね、はい、続いては東恩納沖縄尚学です、ね、はい、はい、ピッチャーです。このピッチャーも、はい、なんていうんだろう、東浜、あ、同じ沖縄の、はい、うん、ああいうピッチャーになってくるだろうなという、はい、冷静でなおかつ繊細という、うん、はい、非凡なものを感じたよ。うん、だから球が速ければいいとかさ、はい、そうではなくてやっぱこう持ってるコントロールが良かったりだとか、球の質が良かったりだとか、まあ、そういうところで見ると、うん、このピッチャーなんかすごく俺は魅力的に感じたけどね、うん、やっぱ沖縄出身の、ね、ピッチャーっていいピッチャー配置してて、まあ、宮城投手もそうですし、ね、東浜投手もそうですし、平もそう、あ、うん、そうですね、平投手もちょっと小柄なのが気になるけどね。あ、うん、まあ、だけど質はいいよ。で、うん、ドラフトにもかかりそう。あ、そこは東山を目指すんだったら、まあ、アジア行った方がいい。ああ、そうですか。そうですかってがっかりするんだよ。ああ、そうか。まあまあ、でもそのまま直でもいいしね。直でもいいし、大学行かれても OK な選手っていうことですか。大学で学ぶことっていうのはたくさんあると思うんだよ、うん、で東山も高校の時よりも大学の方が成長してるし、うん、で大学の時にピッチングのノウハウっていうのを勉強しながら、はい、ああいうピッチャーになっていったから、はい、まあ、そういう経過の方がいいかもわからない、ね、そうなんですね、うん、まあ、ちょっとね、あの今年の甲子園で、はい、豊さんが注目した選手ピックアップしていただきましたけれども、はい、この中から何名今年の、ね、ドラフトにかかってたのか。あ、ほとんど行くない。ほとんどあのプロ志望っていうふうに出せば、はい、ほとんどかかってくるんじゃないかなっていうのは感じがするけど、加藤だけはダメだけどね。そうですね、2年生なのは、はい、あとはその信末選手ももしかしてこうそのまま慶応大学に進学ってなると、ね、また4年生減ってからのドラフトっていうこと。あの眼鏡かけてる風貌を見ると大学行っちゃうな、うん、いや本当に。でも慶応高校から直で大学行かずにプロになった選手ってなあんまり聞かないよね、うん、で吉野部さんとかもね、もちろんあれは慶応じゃないから高校は。あ、そうか、桐蔭、桐蔭なんだ。神奈川の桐蔭から慶応か。そう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 。あと、あの阪神の昔いた山本、いや昔いた、はい、伊藤早田。伊藤早田、ああ、伊藤早田、あれもあれは静岡だから出身が、から慶応高校に。そうそう、慶応大学。あ、大学か。あ、じゃあ慶応高校からって、まあ大体大学上がるよ。そっかそっか、うん、じゃあもしかするとそのまま行っちゃうかもしれないですけど、ね、そうだな、はい、うん、ちょっとね、今年のあのドラフトこういった選手たちがどこから指名を受けて、うん、どこが抽選権を得て、そうだな、はい、交渉権を得るのか、このあたりもちょっと楽しみですけれどもね。まあ、高橋、はい、井の一番、結構強豪になる可能性はあるよね。あ、ピッチャー仙台育英ですね、はいはい、はい、注目です、はい。